こんにちはです、えー、今日はですねちょっとエッチな話になっちゃうかもしれません。まあ内容が内容なのでね式条例についてのお話をしたいなというふうに思います。えー、皆さんですね式条例 ってどれぐらい知識ありますかねまあ実はそういうエッチな行為に及ばせようとする例のことを言うんですけれどもこれにはですね結構大きな特徴があるんですねで実際僕被害にあったまあ被害って言い方して良くないかもしれないですけど取り憑かれてしまった方にお会いすることもできたんですよ前に会談とかではちょっとお話ししたんですけれどもねじゃあなんでこういった特徴があるのかっていうことを今日は、えー、結構紐も解きながらお話ししていこうと思うのでまあ言葉遣いには気をつけますけれども 基本的には18禁です、えー、今日の動画は僕の YouTube では珍しい18歳未満は閲覧注意っていう感じになってますので、えー、見る方は気分を害さないように是非是非最後まで気をつけてご視聴してくださいませそれではいってみましょう。レ <music> 式条例というのはですね取り付いた人の性欲を上げるというような、まあ、例なんですよね。うまあ生前に なんて言うんですかねそういう行為を致すことができなかったりとかもしくはすごい欲求が強かったんだけれども、えー、解消しきれなかったという方が亡くなった後も悶々とその念だけを残してしまい、えー、死後誰かに取りつくことによってその生前の無念ですね、まあ、自分が発散したかった欲求を発散させようとするっていうのがいわゆる式条例だと思ってください。まあ諸説あるんでででですすすけれども僕ののの理解ははこここうういうととろですこの特徴としてですね実は女の人にし 男性に式条例がつくということはほぼほぼなくてですね基本的には女性に対してつくのが式条例でありそして式条例自体もですね基本的には女性です。 式場霊的な体験をした人たちに聞くとまあ女性霊が取り付くっていうような順序で、えー、何かが起こってしまいましたっていう人が非常に多いんですよねまれ、あ、に男性を見たという人もいるんですけれどもこれがですね実は大きなミソがありまして内面 面が女性だった場合は式条例になる確率っていうのがあるんですよ。まあ今だとね普通にゲイの方とかたくさんいらっしゃいますし、そういう内面が女性として生まれてきた体は男だけど中身は女性だよっていう人で結構いらっしゃるじゃないですか。この場合っていうのは、えー、その色情例になってしまう可能性があるし、逆もしかれて色情例に取りつかれる可能性っていうのもあります。はい。でこれがなんでなんだろうって不思議じゃないですか。男性の方がねまあ、性といえば 男性の方がほとんどお猿さんみたいな状態でキャッ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 と女性を探し回っているようなイメージがあるのになぜこと式条例に関しては女性の方が多いのかっていうふうなことを解説したいと思うんですけれども基本的にはですね式条例というのはその自分が性欲を満たしたい。 とといいうこころに依存している例なんですよでこの性欲というところがどこに対して依存しているかというところをよくよく押さえておいた方がよくって男性というのはですね完全に肉体に依存してるんですよ。 要は肉体に快楽を与えたいっていうのが性欲っていうところに直結してるんですよね。だから自分が気持ちよくなりたい。要は相手のことっていうのは、そんなに考えない人が多いですよね。うん、特にすごい体つきだとか、まあ、すごいイケメンだとか、まあ、もしくは男らしい人だっていうふうになったとしても、実際に好意に至った時に、まあ優しくしてくれる人、相手がどうしたら喜んでくれるかなっていうのを考えたりする人って、まあ経験ある人だったらわかると思いますけれど。も。少ないですよね。 どっちかっていうと男の人っていうのは自分がもう気持ちよければいいんだというふうなことでそういう行為に至ることが多いし、えー、逆に言うと女性っていうのは男性側に尽くしてあげる人が割合多いですよね。 もちろんそうじゃない人もいらっしゃいますけれども割合としてその夜の営みということをクローズアップしていくと男性側のわがままに女性に付き合ってもらうっていう風なあり方方をししてていいる人たちの方がペアととは非常に多いと思いますえそれでまあ男性っていうのは大体勘違いするわけですよ女性の優しい嘘に対して「あ俺のは気持ちいいんだ喜んでくれてるんだ」っていうふうに思うんですけれども大概の女性はその場で相手が傷つかないようにえ嘘も方便で言ってくれてる ているだけであって、実は何にも納得なんかしてないんだよっていう人が非常に多いんですよね。で、ここが大きく違うメカニズムなんですよ。女性っていうのはどこでそういう行為で、えー、感じるのかというと、どちらかというと精神面の方が大きいんですよね。 メンタルとして自分の心が満たされていくか精神的に満たされていくかっていう風なところでえその性の満たしっていうものが得られるかどうかっていうところの境目が大きく出てきてしまうので肉体まあもちろん体もないわけではないんですよ肉体を持ってるのでだけどどちらかというと肉体依存ではなくって精神依存なんですよ要はマインド依存なんですよね。 でこれがまあ大きな注目ポイントで例えばなんですけれども女性用風俗とかってて最近すすごく増えてますよねでこれって男性用風俗と中身が全然違って、えー、蓋を開けるとどうなってるんだっていうふうになると女性の方っていうのはほとんどマインドコントロールに近いです。要はどの件をどのをうういう順序でどういう にしててていいっっあげたら喜ぶかなっていうのを体という、まあ、タッチしたりとか息遣いだったりとかっていういろんなちっちゃい細やかな動作を使っていくことによって物語を一晩で作ってあげる1時間だったり2時間だったりとか短い人はねもっと数十分の間にっていう中で一つの物語を作っていって最後クライマックスを迎えさせてあげるっていう風な、えー、仕組みでやってくださいねっていうのが、まあ、女性用付属で働いている男性の方が教えられる内容なんです これ実際僕その当人に聞いてうわすごいなって結構勉強になったんですけどそういうもんなんだなというふうに思ってでここから考えられるのがどっちかというと精神面が支配されてしまえすれば女性側の方がそういう方に生きやすくなる要は快楽を得やすくなるとも言えるんですよね。 だから変な話なんですけれども好きだという気持ちっていうのが一番の特効薬みたいなところはあるわけですよ。暴力的な彼氏だ DV とかモラハラをやってくる彼氏だっていうふうになったとしてもギャンブル狂いで家にお金も入れないんだっていう彼氏だったとしてもでもあの人じゃなきゃダメなのっていうのは好きという気持ちがあるからこれは母性本能だったりいろいろなものから発生する自分じゃないとあの人は支えてあげられないのとかそういう愛好きだという気持ちというのがその夜の方にまで反映してくるっていうのが割と女性 性の中では分母数として多いんですよね男性はここは実は結構乖離している人が多いので精神的な好きっていうのと肉体的な好きっていうのが、えー、全く別のところにあるっていうのが結構多いんですよだから男性の方がひょいひょい外行って、えー、なんかどっこで何々してきちゃいましたみたいな人って多いじゃないですか、えー、それはなんでこういう風な仕組みになってしまうのかっていうと 肩の構造が違うんですよねさあこれで性に対する女性の考え方男性の考え方っていうの,のの説明がついたところでもうわかると思うんですけれどもマインドメンタル精神の部分に取りつくのが幽霊である僕はずっと言ってますよね心の隙間に入ってくるのが幽霊だだとすると心の隙間に入りそして取り付いた先の心を支配し自分自身のメンタルも満たすことができるのは女性ですよね 女性の側が自分自身の欲を要はメンタルを満たすために女性に取りついてそして至るっていう風な行為になっていく行動になっていくっていう人が 多くなってしまうんですよだからこそメンタル面が女性だったら、えー、肉体は男性だったとしても色情令になるっていったのもこれが理由でございます要は考え方が全く違うんですよねだから男性は色常連に取り憑かれたんだみたいな言い訳っていうのは正直聞く耳すら持てないでしょ嘘つけチンパンジーがみたいに思っちゃうじゃないですかでも女性側がそう言ってくるとそんなこともあるのかもなっていうふうに思えちゃうじゃないですかこれはなんでかっていうとそもそもの考え方が違うからなんです。えー、なので、えー 女性だけががここういううい式条例に取り憑かれてしまうことがあるでそうなると心を満たすために不特定多数の人でもいいというふうに一時的に思ってしまったりするっていうふうな現象が起きてしまうんですよね。まあ、別にこれの良し悪しとか、うん、求めるそういうのは絶対嫌だとかそういうのは別に人によって変わると思うんで僕は何とも言いませんけれども、えー、とにかく式場例的なものっていうのがいたかもしれないなっていう土地柄のところに住んだりとか旅行行こうっていう時はちょっと女性は気をつけた方がいいかもしれませんというお話でございました。 まあ男性っていうのはねそれこそアダルトビデオとかで性の教育みたいなの今の子どもたちなんか本当にそうだと思うんですよ。まあ、18歳未満は見ちゃダメなんだけどでもえ男性っていうのはそこを見るわけじゃないですかであれって完全に男性側に寄り添った内容になってますよね。えー、要は男性っていうのは肉体依存であるっていうののの象徴だと思うしどちらかというとそのスポーツ的に営むっていうふうな行為になるんだよねっていうまあ女優さんだったりとか僕何人もその女優さんとかと YouTube コラボさせてもらったりとか ししてますしえ直でで飲み会の席とととかかか話を聞くとかなり男性能ですなのでえ考え方が男性の人の方がフランクにちょっとじゃあえそういうのを仕事にしてみようかだったりとか別に関係ないよっていう風なことになる人が結構多いのでまあここはね本当になんかんどういう魂で生まれたのかどういう思考になってるのかっていうのが大きく関係してくるんだろうなっていう風に思うんですよね。はいななななののので昔ががら女女性的な女性的人たちの方式 のは気をつけた方がいいかもしれませんはい最後までご視聴いただきありがとうございました、えー、このジェンダーレスと言われる時代に炎上するのかどうか非常に怖い内容でしたけれども結構困ってるっていう人が多かったのでちょっと再生数いくかどうかわかんないんだけども出してみました、えー、皆さんもね地元を歩くときは式条例に気をつけながら素敵な生きるライフをお過ごしくださいまたお会いしましょうバイバイ